アーシュだよ。今日ハケボハロウィンの特集よ。福岡で最も若者が集まる日なのだ。福岡の東横と言われてる場所で、九州最悪の公園と言われているわ。当日の31日が一番盛り上がるからとっても楽しみなのだ。それじゃ早速向かいましょう。シュッポッポと、いうわけで天神駅なのだ。まだ夕方だけど仮装している人はいるかな。全然いないのだ。メイン通りに来たけど仮装してる人も少ないわね。とりあえずケボ公園に向かうのだ。さてケボ周辺の様子はどうかしら。公園がまだ開いてるのだ。オータムフェスって花のイベントが行われてるから夜間は封鎖されるわ。仮装してる人来ないから19時頃にまた来ましょう。少し時間を潰すのだ。何やってんのずんだもん。あと私高校生なの忘れないでね。すっかり暗くなったし仮装してる人もいるのだ。とりあえずケボ公園に向かいましょうか。人が増えてきて仮装してる人もちらほらいるのだ。えちち流れ。ちちやめなさい。思ったより人が少ないわね。ポリスマンもところどころつねましましてるのだ。さてハロウィン当日の最もにぎわう19時のケボ公園の様子よ。少なすぎるのだ。平日とはいえここまで人来ないと思わなかったわ。公園周辺を少し歩きましょうか。公園横の道は割と人がいるのだ。喋り声的にほぼ外国人だったわ。近くのドンキホーテ前は少し座り込んでたのだ。土日の方がたむろしてる人多いわよ。少ないけど仮装してる人は周辺を徘徊してるわね。せっかくだから近くのクラブも様子見るのだ。九州最大のクラブイビサが見えてきたわ。いつもお世話になってます。スカスカだわ。早いとはいえ一人もいない感じね。大物ゲストの時は行列になったりするのに。あまりにぎわってなかったから隣の親不孝通りも見てみましょうか。封鎖されていたから人が移動してるかもなのだ。親不孝通り着いたけどスカスカなのだ。車すらいないわね。平日でも少ない方よ。ここにもう一つクラブがあるから覗いてみるのだ。福岡2番目に人気のクラブキャッツなんだけど。帰りましょうか。帰るのだ。というわけで今年のハロウィン当日だったけど参加した感想は？公園封鎖や報道で若者が集まらなくなった感じなのだ。あとジョーカーのコスプレが多かったのだ。騒いでる人は誰もいなくて警察官が暇そうにしていたわ。もしかしたら土日の方がにぎわってたかもしれないわ。来年は仮装してる人にインタビューするのだ。